大丈夫です、えー。チャート力学のサポート情報です、えー。チャート力学のルートユーザーの皆様、いつもチャート力学の開発を応援していただきありがとうございます。えー、チャート力学ですが、今日の段階でまだ、えー、基本部分の開発、つまり、えー、正確に株価を読み込む、株価データを読み込む、これができておりません。まだ開発中ですね。でチャート力学の状態も変わっておりません。 今僕のチャート力学は、えー、いつも動画でお伝えしているみたいに無理やり、えー、終わり値というかを読み込んで、えー、いますが、えー、もう歯抜け状態でして全、えー、銘柄見ますと、えー、これ全銘柄なんですけどねこういっぱい歯が抜もう,こう単色表示になっているのがいっぱいあるよねこれ銘柄が取れてない銘柄ですね株価が取れてない銘柄ですで株価が取れてても えー、バグが発生してまして、えー、例えば東北電力かな。東北電力の、あ、違うわ。えー、っとね、なんだっけな、電力株、えー、9505かな。そう、北陸電力。こんな感じでね、えー、チャートがこんなとこに、全然関係ないところに値段がいっていて、違う値段が入っちゃってるんだよね。で、こんなバグがまだ出てたりします。まあ、無理無理株価を取り込んでもね。 これはだから正式にちゃんとした株価を取り込めてないからこういうことになるんで、今無理やり皆さんに株価が取り込めるようにだけして差し上げることはできなくはないんですが、やってもこうなっちゃうんでね。だからちょっと待ってていただきたいということになります。まあ今もね、だから日経平均とトピックスはあの表示可能なんですよ。 で、逆に言えば日経平均とトピックスとこの業種別のね、こんだけのこの業種別の、ここまで1086まで。1? んこれはダメだよね。1086まではいけるんだよね。これまではいけるんで、この、こんだけのチャートだけは出せるっていう、ね、<laughs> 日経平均とトピックスとこの業種別だけはきっちり出せる。それだけです。<laughs> 今できるのは。なので、あの、日経平均のチャートはね、 今も分析できますんで、えー、まあ、利用していただければトピックスもね、見ることができるので、えー、うちの動画の日経平均の動画と合わせて、えー、この、これらの指数2つだけは、え、見ることができる。あとはこのね、業種で水産工業とかね、あるじゃないですか。それが今どんな業種別がどうかっていう動向は見ていただけるんで、このあたりをちょっと見ていただきながら、 えー、まあ、今見るとね、どの業種もあまり良くないんですけど、一番強い業種はどれだみたいなことがわかりますんで、えー、あまりほとんど良くないのが多いけどね。えー、こういうのを見ながら、えー、ちょっと待ってていただければと思います。まあ、あのー、皆さんの中にはですね、えー、たかだかね、東証1部がプライムになって、2部がスタンダードになって、ジャスダックと、ね、マザーズがグロースになっただけでしょ そんなんすぐ直せるんじゃないって思われる方いらっしゃるかもしれません。しかし、こういう変更がありますと、チャート力学の内部構造を、えー、完全に書き換える必要があります。で、ちょっと何か見落とすと、思わぬ不具合が出てしまいます。これかなり時間かかる大変な作業なんですね。えー、だからもうね、これ発表があったいつだっけもう半年とか一、一年ぐらい前かなぐらいからもうね、 僕の悩みの種でして。それでもうチャート力がなかったら動画できないし、どうしよう、どうしようって考えたわけですよね。で、これ直すには相当お金がかかるからね。うーんって思って。でもまあ、なかなかね、YouTube で物販やりたくないなぁと思ってて。まあでも、えー、これはやるしかないと思って、始めて。 えー、来ているわけなんですけどね。でも、まあ、あの、販売させていただいて皆さんから、あの、役に立つ、嬉しい、ありがとうっていう声をたくさんいただいてるんで、まあ、この後もね、開発が終わってからも販売は継続していきたいし、えー、僕の開発している、僕自身が開発している、こういうパネルみたいな、こういうソフトですね。こんなのも、えー、日経平均だけじゃなくて、個別銘柄にも対応して、えー、販売していけたら、 いいのかなとか思ってんですけどね。ま、あそれはちょっと夢の話かもしれません。ちょっとそこまでの時間がないからね。とりあえず今チャートリキュクを一生懸命直していきます。で、今回のチャートリキュクのバージョンアップは、3回から5回のバージョンアップを実施しながら、えー、完全対応していきます。えー、まず1回目のバージョンアップは、できれば、日曜日か月曜日にやりたい。月曜日になるのかなまだわかんないですね。月曜日中にはやりたい。 と思ってますけどねまあ、そんなタイミングでできるように今、一生懸命やっていただいているし、僕も一生懸命やっています。この土日も返上でやります。まあ、まあ、なんか、ちょっと目が回ったりもしますけど、<laughs> いや、実際にこう、ぐらぐらグラってきたりするんだけど、まあ、それはもうしょうがないんでね、えー、やっていきたいと思います。まあ、睡眠はね、集中的に4、5時間ガッと寝てますんで、えー なんとかなると思います。皆さんからご心配のお声,お声もいただいてますけど、ありがとうございます。なんとか健康状態崩さないようにやっていきたいと思います。で、この4月4日の東証リニューアルに対するバージョンアップ、3回から5回ぐらい行う順番にね、やっていくと思いますけど、もちろんルートユーザーの皆様には無料でご利用いただけるというか、無料でバージョンアップは受けていただけるんでね。 で、あのー、ルートユーザーの特典は何なんだっていうのがあるんですけど、まあ基本的にバージョンアップ無料っていうのが基本的な、あのー、ルートユーザー様の特典であります。まあこの後、えー、バージョンアップ無料っていうのは、えー、何回かやるつもりでいるんでね。その、えー、次、この東証リニューアルのバージョンアップはもちろん無料なんですけど、例えば次大きなバージョンアップをやるときに、ここはまあルートユーザーの方じゃない方は1万円くださいとか。 1万5千円くださいみたいな、そういうバージョンアップを無料でやらせていただくというふうに思っています。あるいはそうではなくて、えー、それに相当する何かプレゼントをさせていただく可能性もあります。ちょっとそのあたりはね、まだ曖昧なんですけど、あのー、何らかの <laughs>、何らかの えー、お礼はさせていただきますので、えー、皆様、引き続き応援していただければと思います。今日はあんまりそれほど報告することがありませんので、このぐらいで終わりますけどね。えー、まあ、ですので、もしよければ、皆さん、えー、この、えー、ね、日経平均とかを読み込んでみていただければと思います。何の銘柄も出ません。銘柄のこの単色表示すら出ません。 えー、そういう状態になってますけどね。それはやっていただいて大丈夫です。で、えー、その時にはですね、この過去3ヶ月の株価を再読み込みするをやっていただきますと、チャートが途切れずに、えー、読み込まれますんでね。で、その時にね、あのもしかするとチャート理科が落ちてしまうとかね、えー、つまり終了してしまうとかあるかもしれない、えー。その場合はちょっとまあ諦めていただいて、最初のバージョンアップを待っていただければと思います。以上、本日4月7日木曜日。 本日の進捗状況のご報告でした。皆様、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、今、鋭意開発作業を進めておりますので、チャット力学が生まれ変わるまで少しお待ちください。ラジオイジーでした。